どうもー、藤田です。藤田です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はね、スーパーNESのナンバーより、ペーパーボーイ2ってことですね。こちらのゲームね、日本の、スーパーミコンを持ってて、もし開けることができたならば、ゲームをすることができますんでね、お試しいただければと思います。それはね、別の動画の方で多分僕がやってると思いますが、それではペーパーボーイ2やってみたいと思います。こちらのゲームなんですけども、イージーなんですけど、最初にね、初代のペーパーボーイと比べると若干、マップが難しくなったかなという感じでしょうかね。で、さらに、ポリスに気をつけみたいなことなんですけど、始めるとすげえだだっ広いところに道路から始まるんですね。この人は主人公なんですけど、もちろん。で、止まれないのはもちろんですけど、わかります?左右に投げれるんですよ、新聞を。で、絶対自転車が降りちゃいけないんですよ、チャリからね。それは厳しいルールがあるんですよね。これ呪いかわかんないですけどね。で、進んでいくわけですね。そうすると、まずね、墓みたいなのが見えて、でですよ、始まった瞬間なんか悪魔みたいなやつがいるんですよ。ね。こういうのもね、新聞当てるとピタリと止まるんでね、悪霊退散にもなる新聞かなって言ってましたけどね。で、何車線あるのか分かんないぐらいだだっ広い道路だったじゃないですか。それなのにね、これね、こんな幅寄せしてくるんですよ、この車ね、これね。足立ナンバーの車かなって言ってましたけどね。僕のおじさん、足立の方に住んでるんでね、これね、偏見じゃないですからね。はい。車にも気をつけつつ、人んちの庭の方にも入ってたし。で、当然のことなら、このなんか、人んちの庭にある包みを取るんですけど、今取れなかったですけど、取ると新聞を回復するみたいなことですね、これね。で、もう早くも新聞はなくなってきましたけど、またね、ここまで幅寄せしてきますからね、あんなにだだっ広い、10車線以上あったような車の、道路のところをここまで攻めてきますからね、これね、気をつけてくださいね、車には気をつけてくださいね。で、なんかね、ストバスみたいなのやったら、人にも新聞を投げると、ピタッと止まりますからね、これね。で、本来、包みを拾っていかないといけないんですよ。だって、今もう新聞3個しかないですからね。下のところはポイント。右のところはライフみたいなことですね。ミスティー回数みたいなね。で、なんか車を整備してるような人がいるんですよ。ここに新聞を投げると、ガチャーンってなって苦しんでるんですよ、人が。人が死んじゃったかもしれないけど、ポイントが入ってくみたいなね。これ気をつけてくださいね、これね。で、新聞の包みを取ると回復すると。新聞が今11個になりましたからね。ジャンプ台とかを駆使した悪魔がいますからね。どこ配達してんだ、おめえはって話ですけどね。ビーム撃ってくるんですよ。新聞配達してた悪魔にビームで殺されるみたいなシーンがあるんですよ。新聞配達中に、これとんでもないですよね。で、その前に包みがあるんで、新聞を取っていくみたいなね、ことですね、これね。で、ゴミ箱の方を倒した方がいいんでね。もちろんね、こういうヤクザな少年なんで、ポストにも一応入れるんですよ、この白いお客さんの家には。入れると。今入ったってことですね。一応ボーナスポイントが入って、で、このブランコでイチャイチャしてるカップルとかにも、新聞投げつけてひっくり返したりするとポイント入ってきます。ゴミ箱もひっくり返していきましょうね、これね。で、この幅寄せの車には十分気をつけていただいてね、道路にあんま出ない方がいいです、これね。で、庭の包みを拾うと、なぜか新聞回復するという、通常のね、日本のペーパーボーイに近いものがあります。で、犬にももちろん気をつけて、包みを拾っていきます。ブランコもひっくり返して、ゴミ箱もひっくり返して、サタンのビームに気をつけていきます。で、まただだっ広いところにね、行きますけどね。そうすると、マーケットがあるんですよ。スーパーマーケットで強盗が入ろうとしてるんですよ。で、強盗も新聞で退治するとボーナスポイントがありますからね。すげえ少年だなって、ね。悪霊も退散して、強盗も新聞で退治してますからね、これね。で、ここでまた次のシーンっていうかなっていくんですけども、このね、アクロバティックな動き、活躍をした少年なんですけども、このね、段差の縁石を踏むとひっくり返って即死しますので、気をつけてください。これだけはね、超えられなかった壁なんでしょうね、きっとね。今のわかります?今、あのおじさん、アンダースローでタイヤを道路に向けて投げてるんですよ。無法地帯がこの街はって話ですね、これね。犯罪ですかね、今のもね、きっとね。で、これ、ベビーカーがすげえ勢いで来るんですよ、これ。何が起きたんだ、そんな坂道じゃねえだろ、これって話ですけどね。で、ベビーカーも新聞で当てると止まるんですよ、ピタリと。で、助けたっていう感じでボーナスポイント入りますね。で、今、ドブからは悪魔の手が出てますからね、これね。現実と非現実が交錯する街ですよね、これね。そんな中、新聞配達は続いてますからね、これ。ゴミ箱ひっくり返して、新聞もちゃんと入れてますからね、これね。で、芝刈り機のおじさんも、芝刈り機で攻撃してきますからね、この街でね。で、さらに入れます。セールって書いてあるな。ショップなんですかね。売り上げじゃないですよね、これね。そこにも入れて。で、悪魔の出来をつけて、できれば新聞拾ってきたかったですね。今、パチンコはなんか来ましたからね。弾が来ました。で、アンダースローのおじさん、タイヤを道路に向けて投げて、大事故を引き起こそうとしてる。とんでもないおじさんですよ、これね。それも気をつけて、できれば新聞拾ってきたかったですけどね。だからね、新聞いっぱい落ちてる。で、ベビーカー、これ分かります?もうすぐできてますよね、これね。育児放棄のお母さんいっぱいいるのかって話ですけどね、こんだけ。だって坂じゃないのに、もうこう投げてますからね、この乳母車ごと。で、なんか焼かれてる豚とかも、
こう逃げ、新聞を当てて逃げ出すと、逃げ出させると ボーナスポイントが入るみたいな。でここ極めつけはね、なんでか分かんないですけど、道路に向けて大砲が設備されてるお城みたいな映画なんですよ。この砲台を気をつけつつジャンプ台を駆使して、でまた乳母車みたいなね、そういうとこも駆け抜けて、悪魔の手も気をつけて、犬とかももちろん気をつけて、うわーモンスタートラックに幅寄せされたみたいなね。これね、ワンよりよりね、街がめちゃくちゃになってるペーパーボーイ2というねゲームでしたけどね、でね、まあこの最後のとこまで行くと、まあ、こんな感じでやっぱ的当てとかこういうのやっていくんですよね。今ペーパーガールになってますからね。まあこれ、左右の的にしもう新聞配達関係なくなってるんですけど、まあはっきり言ってね、このね。で、まあこうアクロバティックな動きをし、最後のねとこにたどり着くと、もう少し右の左の的に新聞を投げて、最終的にゴール地点にたどり着くと、フィニッシュのとこにたどり着くと、よっしゃーみたいなね。まあまあ観客も少ないですけどね、これね。でまあその日がクリアみたいなことになっていきます。はい、というね、ペーパーボーイ2という面白おかしいゲームの紹介でした。あ、富士富士、耳富士富士。